シャープシャープ製のスマートフォンイズレイさんイズレイさんは、シャープによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMA1X ウィン対応ストレート型スマートフォンである。製造型番はシレイさんでメーカー型番は AS31。同キャリアとしては3機種目となる。 イズシリーズ端末で、イズレイ一の後続機種。国内のアンドロイド搭載スマートフォンとしては、初となるお財布携帯対応端末である。ユーザーインターフェースは、イズレイ一同様、オーシャンオブザーベーション社によるデザインである。ワンセグ、赤外線通信など、フィーチャーフォン独自の機能に対応しており、ガラパゴススマートフォンと呼ばれる。形状は、フルタッチパネルのストレートで、 メイン画面は9 6 6 4 0ドットの ASV 液晶で画面下にメモリ液晶が搭載されている。このメモリ液晶はメイン画面が ON の時はホームキーや戻るなどのタッチキーを表示しておりメイン液晶がオフになっている時は時計表示と着信表示などになる。ワンセグなどの独自機能搭載のため Android 2.2が 世界の主流の中 Android 2.1で発売され、2.2へのアップデートは、海外端末の半年遅れとなる2011年4月14日より、開始された。イヤホン端子は、標準的な 3.5mm である。以下は一部ショートカットアイコンから、au1 マーケットを通じてダウンロードする必要がある。PC 向けウェブブラウザが、標準装備されている。 携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。2011年4月14日より Android 2.1から Android 2.2へのアップデートが可能になった。それに伴い以下の機能が拡張、改善、または変更された。なおアップデートはパソコンと接続して実施する。ありがとうございます。